すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、全機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B、 ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン B、 ロスト、ワンディロート、規定により早期 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。
通常通信シーザー通信システム CAU が空気距離で前で退却し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。Thank you.
何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。Beep.